来たぜ。騒ぎかと思ったら君でしたか。しばらく見ないうちにヌルヌルしましたね。気をつけろ、奴はカートリッジをフル装備だ。これはこれはご機嫌ですね。レグの野郎、どうしちまったんだ。すごいやる気。メイニャン、ナナジ、ここお願い。プルシカ、すぐ行くから。君は奇妙ですね。予備の電源まで吸い尽くしてしまうなんて。電気というより力を概念的に取り込んでいるのでしょうか。オーバードの実力、ぜひ見たい。ギャングウェイ。はじいた。スパラグモス。思い出しまったことをとても悔やんでいます。その体、ぜひ欲しい。レグ、どうしちまったんだ。記憶をなくしたというより別物じゃねえか。おっけどよ、あのボンドルドと種腫れてやがる。もう少しやんちゃを見ていたいですが、これ以上施設を壊されては支障が出ます。ファーカレス、閉じろ。レグ、くそ、カートリッジが意識をばらまいて先読みができねえ。おめえ何やってんだ、こんな時に。見つけたの。ゾアホリック、プルシカはまだ見つからないけど、それとね、その近くで。マジか。いいかリコ、そいつは絶対にオイラに見せるな。万が一の時。ナナチ、仮想法、力場がないでいる。いや、破壊の想定規模がでかすぎて張り詰めてんだ。これは数奇の光ですか。あいつ、基地ごとリコ、逃げろ。オイラたちと逆方向にだ。いけません、ナナチ。おめえバカか。てめえの宝物忘れてんじゃねえ。止まれ。
僕は一体たく派手にやってくれたな。ナナチ、リコ無事なのか。私は大丈夫。そうか、戻ってきてくれ。無事だとよ。お前一体どうしたってんだ。電気を浴びたところまでは覚えているんだが、僕の中にいくつもの誰かがいる感覚があった。その中の一人に体が支配されて。ありがとうナナチ、君のおかげで戻ってこられた。なあ、オイラの言葉届いちゃってたか。いや、そのふわふわが。まったくよ。ほれこれ耳に詰めとけ。通信機か。兜につけてたのにごとなくしやがって。そんで奴はどうなったんだ。わからない。これに巻き込まれたのだろうか。護道班願います。どうぞこちらへ。名前があるんですよ、レグ。無傷だと？はて、君がそう選択したのではないのですか？は？何を言ってる？おや、意識的ではないと。にしても、足場を壊すのはいただけませんね。君の光はいささか危険すぎます。さあ、ここでなら君の光も私の傑作も存分に試せます。もっと見せて、もっと委ねてください。この慣れ果てたちも元は驚きました。ヌルヌルの時より動きが良いではないですか。自分でも驚いている。誰かが思い出させてくれた体の使い方と。こいつを今止められなければ僕たちの冒険はここで終わるってことを。始まりましたね。レグ、レグ、ナナチ、お前はもう仮想砲を撃っちまってる。手短に最後の作戦を伝えるぜ。なるほど、一か八かだな。おやおや、せっかくご足労願ったのに釣れないですね。奴はカートリッジで呪いすら克服している。だが無尽蔵じゃねえ。逃げることに集中して消耗させろ。無理に倒そうとは思うな。ゾーホリックを潰さねえ限り奴は不死身だ。今のボンは縦横無尽だ。予備動作の長い仮想砲はそうそう当たらねえ。なんとかリミット前に戻ってくるんだ。
レシーマが終わってしまいました。心優しい傑作の一つでした。将来の夢はお姫様だったんですよ。可愛いですね。砦水が崩壊しやがった。気をつけろ。これが祝福なのですね。ターキリン、トレイテア、ノペロ。本当に素晴らしい冒険でしたね、プルシュカ。何を言っている？あれが、だってプルシュカは、プルシュカはお前を思って泣いていたんだぞ。おや。おやおやおや、私を仕留めたいと願う君が妙なことを。さあ、次の2000年へ踏み入る準備は整いました。共に夜明けを見届けましょう。何が夜明けだ。マナ娘の思いをあんな形にしたいい理由などあってたまるか。行くぞ女たち。おうよ、作戦続行だ。リコ、聞こえるか？リコ、応答してくれ。リコ、プルシュカ。痛い。いかがですか、グエイラ。こいつは難しいっすよ、旦那。呪いが深すぎて自我まで持ってかれてますぜ。ほら、自分が誰かわかるかい？おぉ、アンブラハンズの娘とはいえ、運び損じの生き残り、このまま使うにはあまりにも酷っすよ。こいつは潰した方がいいんじゃ。喜びしか知らぬ者から祈りは生まれません。生を呪う苦しみの子、君にしかできないことがあります。君の名はプルシュカ。夜明けの花を意味する言葉です。パパです。私がパパですよ、プルシュカ。ほーら、プルシュカ、お薬の時間だよ。おいで。いかがですか、グエイラ。ずっとこんな調子っすわ。プルシュカ、今日は君のお友達を連れてきました。メイナス・トイリム、変化の子と呼んでいます。
に入りましたか。口に入れてはいけませんよ。お、出てきた。プルシカ、好きなものができたのですね。たった今から君の世界は変わっていきます。これからの一歩一歩が君を作っていくでしょう。今日が君の誕生日、君の冒険の始まりです。それうまいか。食べれるよ。そうかい、もったいねえな。アビスにはうまいもんがいっぱいあるのにな。うまいって食べれる。そうだね、うん、うまいってどういうのだろうね。メーニャみたいな味かな。くちゃい。メーニャ待って。メーニャそっちダメだって。よし。両手の爪、左の上腕、乳歯も全部砕けてるっすね。脊髄はぐしゃらなくて済んでるけど、こいつは精神が戻ってこれるかどうか。大丈夫です。プルシカの精神はもっと深いところから来ました。きっとすぐ戻ってきます。温かく見守りましょう。髪の毛ぐるぐるになっちゃったね。どうしてメーニャは平気だったんだ。調べてみなきゃ。すごいだろ。メーニャの匂いを嗅ぐと見えないとこでモアモアが見えるんだ。懲りないな旦那。いいのかね、こんなに自由にさせて。いいの、パパには内緒だぞ。やれやれ。メーニャ、何でも見えちゃう目で見ててね、私の冒険。今から来るのは特別大事なお客様、私の助けになってくれる方たちです。プルシカ、そのお相手をお願いしたいのです。そうそう、一人は君と同じ白笛の娘なのですよ。大丈夫、きっとすぐお友達になれますよ。何よパパトラ、私というものがいるのに。ねえメーニャ、そいつらさ、地上ってどこからここまで来てるんだよね。本当の夜明けってどんな感じなんだろう。掃除なら私の方が得意なんだから。木が逆さに生えてるし、滝も上に向かって落ちてくんだよ。本当に？五草でもそんなの見たことないぞ。あのね、聞いた、私ベルチェロ孤児院ってところに、聞いた、聞いたこともない景色、聞いたこともない生き物、大切な仲間、楽しい楽しい、したことない顔、使ったことない言葉、もっともっともっと一緒に。私の手、私の足、
私の、なんだろう。痛い。痛い。痛いのが増えてく。パパの痛みが、気持ちが流れ込んでくる。私の痛みがパパの力に変わっていく。パパ、パパには私がついているよ。もうどんなに辛いことも、どんなに暗い夜も、一緒に越えていけるよ。この爪、浅いところなら通りますね。君の体は頑丈が過ぎますが、急所すら人に見せていて大変助かります。お前は、僕の痛みすら偽物だと言っていたな。ええ、本当によくできています。お腹の中も温かいですよ。痛みが偽物ならまだ動ける。思い知れ、この石は偽物じゃないぞ。だからパパ、一つだけお願いしていいかな。レゴレゴ、今だ。私ね、リコたちと仲直りしてほしいんだ。喧嘩はダメだよ。一緒に冒険行くんだから。一緒に冒険に。くそ、くたばるんじゃねえぞ。ナナちゃん、しゃべるな。何としても直してやる。ナナチ、手を。少し落ち着いた。すまない、限界だ。リコ、頼む。